2011年ロステレコム杯は2011年にロシアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2011-2012ISU グランプリシリーズの第6戦である。2011から2012年シーズンに開催されたロステレコム杯。2011年11月25日から11月27日に かけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、モスクワのメガスポルトで行われた。日本選手は、男子シングルに、羽生結弦、る、女子シングルに、浅田真央と、今井遥が出場。アイスダンスのキャシーリード、クリスリード組は、NHK 杯でのクリスの怪我により欠場した。ハブはフリーで崩れた中国杯での教訓を生かし、ショート、フリーともに2位で、 グランプリシリーズ初優勝。ポイントランキング界から逆転でグランプリファイナル進出を決めた。浅田は3回転アクセルは回避したが、フリーのスピン、ステップで全て最高難度のレベル4を獲得し、3年ぶりにグランプリシリーズで優勝した。今井はパーソナルベストスコアに迫る演技を披露したものの、6位に終わった。今シーズンよりグランプリシリーズの 各大会は男女シングルとアイスダンスの出場選手枠が減らされ男女シングルは各10名にペア及びアイスダンスは各8組となった今大会開催国の統括団体であるロシアフィギュアスケート連盟に対しては各種目で最大3人の出場枠が用意された男子シングルトマシュベルネルが背中の怪我のため欠場したアイスダンスキャシーリードクリスリード組が クリスの怪我のため欠場した。各競技の上位成績者には、2011、2012ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000米ドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200米ドル。 ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。